さあ、続きやるか。ゲームスタート。ゲーム終了。なやってないって、はい、オッケーです。はい、そうね、音合わせも完璧だ。はい、よしやっていくぞ。やるぞ。前回あれよね、あの春江さんのところの沖江翔吾が水没死体で見つかってっていうところからやな。めっちゃ戻ってないかい。記憶去年になっちゃった。陽子ちゃんのおごぽごが何なのかっていうのを調べて。なんかあれ、去年に脳みそ戻っちゃったのかな。いや今年って、でもまだ2023年やろ。ほらほらほら、2024年です。えー、あれ、ホラー、ホラーが起きてる。よく見て、ほら、俺は1年間寝てたのか。ほら、8月20日だよ。いつやったん俺。ちょっと多分ズッキー何体かいる説出てるな。いつやったんやろ。めっちゃ進んでるやん。めっちゃ進んでるよ、ほら、こんなに。やりすぎやし、1年もかかってんの。1年かかるはちょっとおかしいよね、やっぱね。待ってくれ、1年半やぞ、ほんまに。まあ、そろそろ終わるでしょ。だって今日がほんまに2024年の今何月よ。9月です。って言うんやった、9月って言うんやったら、はい、だってちょっと前まで3月やってん。うん、1ヶ月半、1ヶ月半じゃなくて1年半やん。そう、2023年の3月ぐらいに確か撮り始めたような。嘘やで。まあそろそろ、でもほらこの辺でエンディングでしょって思ってるから。エンディングまで行ってんの。だって春江さんのさ、この、いや俺だってそれ知らんもん。あれ、それは俺が知、俺の知らん、俺がやってる俺やん。そっか、ちゃんと思い出してもらって、じゃあ進めよっか。うん。やってみるわ。いやこっちさ、うん、どうやって進めるか分かんないから、い、鉄道の方で集合してからじゃない、うん、こっち、なんかさ、そんな感じせえへん、時間帯的にさ。ねえ、こっちだ、そのやこちゃんだ。うん、やこちゃんの鉄道ルートが最終じゃない、うん、よね、これ。うん、これに行ければいいから。うん、多分なんか足りないから進めないんだよね、やと思う。うん、よし、じゃあこっちから行こう。決戦の前、坂崎やっこ。前回のあらすじ、吉見の婚約者長澤と共に堤たちにこれまでの情報を報告するやっことミオ、すべての話をまとめていくことでいよいよ最終目的が見えてくる。おわー、やば、やばいね。終わるやん、集大成ですよ。終わっちゃうって、終わらせたらあかん、うん、あれ。そうなの、もう終わりそうな、だってオープニング BGM 狙ってる。やだよ、止めろ、やだやだ。うわ、人おる、うわ、いっぱいだ、いっぱいおる。堤さん、こちらが長澤真由さんです。おお、あんたか、住田署でも捜索かけてたが、まあ無事で何よりだ。あ、黙って動いて迷惑かけたね、完全に頭に血が上っちまってた。まあ一人でね、そうね、捕まっちゃったわけだからね、結局ね。うん、まんまと飛躍に捕まったり、とんだ下手こいちまったよ。飛躍はまだなんかやってそうだから、一応徹底的に洗わねえとダメだな。石鹸会社だけに。おお、面白い、鉄夫ちゃん、さすがだぜ鉄夫ちゃん。すごい、あれ。ん、やるじゃん。ボス、大丈夫です、いいですよ、今日も絶好調ですね。滑ってるやん。うるせえ、俺を慰めんな。言うんじゃなかった。いやでもまあうまいと思うけどね、本当に。うまかったよ、うんうん、俺は嫌いじゃない。うん、私も好きよ。そんなことより長澤さん、吉見の件ではご協力ありがとうございます。あいつの事件の真相は必ず突き止めますので。ああ、あんたがエリオ刑事だね。初めから話はいつも聞いていたよ。頼むよ、
アンに絶対捕まえてくれ。おー、うーん、いや、つながっていきますわね。周囲を見渡すと、まず周囲か。現場検証はほとんど終わっていて、警察の人たちも大体撤収済みだ。今は堤警部の要請で私たちの連絡拠点として使わせてもらっている。うん、他調べるとこ別になさそうだったね。なさそうじゃない。なさそうだね。じゃあ、みおちゃん、なんだか気合が入ってる感じがする。みおちゃんもそろそろ正念場だと感じているのだろう。一旦話聞く前にみんな見ていこう。長沢姉さん、奥田ちゃんのところに大急ぎで行って戻ってきてくれた。私らの手前落ち着いて見せてはいるけど、まだ十分頭に血は上ってそう。うん、いや、スタイル抜群すぎない？抜群すぎる。あの、ここ良くない？そこのライン、あと、そう、ここ抜いいですね。こんな状況でも冗談を言ったりするのは私らを緊張させないためなのかな。マイペースを崩さないのはベテランのなせる技なのか、単にそういう人なのか、どっちもかな。後者、ね、まあ後者が強いかな。エリオ刑事はさっきも私たちに気を使って飲み物を持ってきてくれた。おー、いいですね。刑事さんが余裕を見せてくれるとなんか安心するな。うん、さあ誰から話聞く。いよいよ正念場って感じがする。お守りを揃えて六名簿陰の書を手に入れたら何があるのかわからないけど、まあ鉄王とあれじゃない、みよちゃんあたりが重要そうな感じするけど。ああ、じゃあ一番なんかわちゃわちゃしてそうなエリオから。そういや、アシミヤのおっちゃん取り逃しちゃったんですか。もうそんなに広まってる。追い詰めたけど人質を取られて逃がしたってとこまでラジオで聞きましたけど、その後どうなったんですか。まだそこまで報道されてないか。実はね。話すの？え、殺されてた？しかも人質だったのが警部の娘さんで、今も行方不明？そうそう、娘さんの登場は本当に突然で、警部もそれで戸惑って。つうるせえよ、あんな予想、あんな展開予想つくかよ。ってわけで、今も娘さんを重要参考人として緊急手配中なので、この後またすぐに探しに行かないといけないんです。え、重要参考人って、それって人質だった警部の娘さんが根島を殺して逃げた可能性があるってことですか。まあ、やったちゃんの可能性あるわね。え、やったちゃんになっちゃってる可能性はあるね。まあもちろん可能性だけどね。っていうか実際やっちゃってるしね。うん、可能性はついでにもう全部罪隠さず言うとだ。堤だけに、だけに。ねじま、ジュース玉の呪いで殺された可能性が高いんだよな、これが。まあボコボコに殴られてって感じだったもんね。うん。え、じゃあ貸し主が、もう夕方だから霊野祭の効果が少し戻り始めてるんだ。ああ、そしてネジマはジュース玉の呪いで殺された可能性が高いわけだが。ボス、同じこと言ってますよ、落ち着いてください。そう、同じこと、あれ同じセリフと思ってる。ほんまに同じこと言ってね。多分こう澄ました顔してるけどめちゃめちゃ取り乱してるよね。あれ、でもそれってことはつまり警部の娘さんが貸り主である可能性が高いってことじゃ。よく聞こえねえな。俺も猛録してきてこな。現実逃避するんじゃない。
ボス、バッチリ聞こえてるじゃないですか。都合いい時だけ猛録しないでください。あるとしたら津軽の太鼓かもしれないって話までしたじゃないですか。おう、そうだっけか。警部さん、娘さんのことになると点で弱いんですね。かわいい。まあ、ちょっと思い当たる負い目でもあるんでな。まあね、話聞いちゃったしな。なんだったっけ、うん、何やったっけ。あれだよ、里子なんだよ。孤児院から連れてきたって話だったよね。勝手に連れてきたんだよ、ね、確か、うん、そう、だからそれはあれか、あやめちゃんの方から聞いたんか。そう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 、あやめちゃんがそう本当の、血つながってないんでみたいなこと言ってたんだよね、うん、いずれにせよ早く見つけないといけないわけです。なるほど。まあエリはじゃあだいぶまとめてはくれたかな。まだ話せそうだな。ってわけでこの話が終わったら俺たちもすぐに娘さんの捜索に向かいます。あともう一つの白石道夫のお守りも娘さんが持ってる可能性が高いようなので。はい、そっちのためにも捜索お願いします。何やってるんだあいつはよ。葛飾北斎を蘇らせたいんです。でもそれもだいぶぶっ飛んではいるからな。うん、じゃあまあじゃあ長沢姉さん、あ、長沢姉さん、奥田ちゃんとは会えました？ああ、言われた場所で会えたよ。強がってたけど初めの件でだいぶ不安になってる様子だったね。取り急ぎこっちの事情を説明してはじめの守りを預かってきたよ。おお。ほら、こいつでいいんだろ。だいぶボロボロですな。ボロボロやな。ね、お守り、よう。よう。なるほど、もう一個はじゃあインかな。インやな。うん。はい、これだと思います。ありがとうございます。堤さん、これですけど。ああ。あんたが預かっといてくれ、クロス。どうせそのままじゃ使えねえやつだ。二つ揃えたらどうすればいいのか解析しといてくれ。わかりました。やってみます。うん。じゃあ結局あれよな、その陰の方を手に入れるにしても、うん、あやめちゃんと対峙しないとあかんってことか。そういうことになるわね。はあ、ちゃんとだからここ親子の会話しなきゃいけませんわね。しないといけませんわね。ねえ、もう一個の森お守りってやつのありか分かってるのかい。はい、多分はじめが最後にやり残した仕事だ。気合い入れて頼んだよ。はい、わかりました。さあ、あれでもまだ話せそう。あいつの家系もこれで断たれちまったね。そのお守りを継ぐ者ももういなくなっちまったわけか。あれいないですか、お腹に。とは言いつつ実はいるんじゃないですか。ねえ、いらっしゃいませんかね。さあ、じゃあみおちゃん行きますか。そうだ、堤さん。さっき対策室から私のところに通達がありまして、中越さんからじゃないですけど、事務方の人が調べてくれた情報だそうです。そうか、事務方も一応気を使ってくれてるわけか。泣けるな。で、なんだ。はい、本所事変があった頃、江戸にいた陰陽師の女性で、美貌に強いこだわりを持っていて、好き放題していた人物がいたそうです。あー、あったね、そんな記憶。あー、うんうん、あった。足洗い屋敷の恨みの記憶の人物と合致するのかなと。
おうほう、随門と秘術をめぐって争ったってやつだな。その人物は足野という名前だったそうです。足、うん、おう、足野、それから、以上です。役に立たねえな足野ね。その美貌に強い、何そのこだわりを持ってたっていう意味では、夏江さん、山森夏江さんもさ、うん、同じ感じするよね。そうね、な、うん、なんかあるのかな。あ、でも術師としてはかなりの力を持っていたらしくて。あ、じゃあ夏江さんとはちゃうわ、うん、ほなちゃうわほなちゃうわ。それが相当な恨みを持って死んだわけなので、七不思議に関係する何かに怨霊として残っていた可能性もあると。なんだと。それでもし現代に足野の一族の末裔のような波長の合う人間がいたとしたら、呼び覚まされて乗り移ってるかもしれないと。あ、前に言ってたね、霊と波長が合うと乗り移られるみたいな話。まあ、ちょうどやっこちゃんがそうやったからね。え、やったちゃんになっちゃってたからね。怨霊といっても完全な人格を残してるわけじゃないので、怨念とか霊力とかそういう部分の影響が強く出てそうだけど。セイマンの末裔が現代にいたように、足野の一族の末裔がいてもおかしくねってわけか。いくら事務方でも、ただの可能性だけでそんな話をするってこともねえだろうし。異常な現象が検出されたとか、ある程度根拠はあるんだろうがよ。あ、霊野菜。おう、出てたな、異常な現象。そういうことか。始まってた。なるほどね。うん。ミオちゃん、どういうこと？つまり今回呪いを呼び起こした黒幕と呼ばれていた人物は、セイマンの敵だったアシノという陰陽師の怨霊が取り付いた人物の可能性があるということ。ええ、スリッティ、うん、ヨコちゃんなんじゃないのかも。だって初めてはヨコちゃんじゃない。うん、まずね、だってオキエを殺したのは間違いなくヨウコちゃんだと思うから。いやと思うから。うん。おー。やっぱりな、黒幕で繋がってるんだな。いっちゃ怪しいもんだって。その直接あやめちゃんと関わりがあるかって言われたら多分ないと思うけど、うん、その、アシノの一族の末裔なのか、うん、その波長があって、で、うん、そうそう、乗り移って今回の霊野菜を始めた、うん、うん、じゃないかな。だっていっぱい調べてたわけだし、もともと詳しかったし、うん、結構霊感があって昔からうんぬんみたいな話あったよね、確か。うん、ふーん、繋がってまいりましたなるほど。うん、それがどこの誰なのかはわからないの。例えばミオちゃんが見れば取り憑かれてるのとかすぐわかる？やっこちゃんの意識と融合してた白石さんがよくわからなかったのと同じで、一般例なら霊気がダダ漏れだからまだよく見れば気づけるけど、上級霊が意識に融合しちゃってたらそう簡単にはわからなくて。そっか。未熟でごめん。それだけが取り柄なのに。ミオちゃん、そんなことないよ。大丈夫。なんとかなるよ。ありがとう。今回の黒幕は、アシノという術師の除霊、除霊じゃないです。怨霊に取り憑かれた女性ってことかな。なるほど。
六名簿院の書を狙ってはじめを殺したのもその黒幕ってやつなのかね。はい、その可能性が高いと思ってます。おお。なるほどね。そうかい。そりゃ絶対にとっ捕まえてもらわないとね。うん、さてじゃあ鉄夫ちゃん。鉄夫かな。あ、そうだ、あんたは地蔵玉を持ってるって話だが。あ、警部さんに渡しときゃいいんだっけ。まったく厄介なもんがあるもんだね。下手な気を起こす前によろしく頼むよ。なるほど、こいつは送り調子か。ああ、確かに預かった。蘇らせてやれなくて悪いな。気にしないでくれ、あいつも私も覚悟してたことさ。え、そうなの。どうかしました。おお、マジか。あ、あれか、受け取ったから。ああ、恨みの記憶を見てるんだ。うん、え、そういえば見てないね、私たち恨みの記憶。見てないんじゃない。あれ、見てないよね、見た記憶ない、うん、この送り提灯の呪詛の条件相当やべえじゃねえか。そうなの。ああ、やっぱりそうだよね。下手な気を起こすのわかるだろ。うん、どんなのなんですか。まあ確認できるんしょけ、後で見ておけ。はーい。はあ、堤さん、これで堤さんが回収できた呪詛玉は5個目でしたっけ。そうなるな、残りの4つもさっさと回収しちまいてえが。置いてけぼりが全くわからなくて、ねじまが持ってた片刃の足も回収できてないんですね。そうだな、たく。残り4つで、あれか、津軽の太鼓と、うん、あれ、シギマハルエの。あー、はいはい、そうだね。で、4つ。うん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 。手放せてないんだったな、まだ。うん。オッケーオッケー。あと、津軽の太鼓は、さっき言ってた通り、警部の娘さんの可能性が。まあ、それはともかくだ。つまり、貸し入り主がまだそこらうろついてる可能性があるわけだ。頭が痛えな。さっさと見つけちまいてえが。いや、ここまで来てさ、うん、一切陽子ちゃんが関わってきてなのすごいよな。ね、全く現れてないもんね、大きい家のやつ以外。一回も見てない。うん、どうやって動いてたんだ一体。さて、確認はこんなとこか。要件が済んだなら、俺らは捜索に行くか。一個思ったんですけど。お、なんだ。いや、ひょっとしてですけど、ひょっとして警部の娘さんが黒幕ってことはないですか。なんてこと言うね。女性ってことですし、お守りも探してたっぽいし。ちょっと何言ってるかよくわからねえな。あれ、なんかコントでも始めるのかな。また猛録してんの。ボス、ボス、現実を見てください。でもそれだったら堤警部が芦野の一族の末裔ってことじゃないと。まあ血繋がってないんでね。あ、そっか、警部は別に普通の人なんだっけ。霊の耐性が強いってのもそのせいだったり。
俺がそういう陰陽師の系統だっていう話は聞いたことねえな。そうですか。だが、なんだ、その、あいつが黒幕の可能性はある。え？いや、まあ、あるといえばあるが、ない、と思う。思いて。無理だ。あいつが黒幕とか考えたくねえ。認めたくねえよ。ボス、観念するならちゃんと最後までしてくださいよ。往生際が悪いですよ。あ、いや、これはトニーには何も言ってねえんで黙っててほしいんだが、実はあいつ俺の実の娘じゃねえんだわ。本人もわかってるわよ。知ってるんやで。え ?20 年前、いろいろあってな。あいつの赤ん坊のあいつをうちで引き取った。なんかさ、それもさ、実はすれ違いがあってみたいなさ。のー。ない。あゆめちゃんから見たら、無断で引き取ったみたいな感じやけど、本人の知らんところでほんまこういう事情があってみたいな。あ、まあワンチャンなくはないけど、まあ、話聞いてみないとだけど、これで思ったのがさ、あのどこでさ、陽子ちゃんとあやめちゃん、ん、あやね、あやめちゃんあやめちゃんのつながりがあるんだろうって思ったけど、なんかそういう施設育ちとかそういうのあるのかなって、ワンチャンその姉妹とかさ、あー、あったりするのかなってちょっと思ったりもしたけど、まあでも赤ん坊だったら記憶はないだろうからな。まあでもその後にその家族がもう一人産んで、それが陽子ちゃんの可能性あるけどな。いや、陽子ちゃんの方が年齢上のはずだ。あー、そっかそっか。どうなんでしょうか。その子を産んだご両親が何者かは分かってるんですか？分かるっちゃ分かると言えるが、実はよく分からん。何ですかそれ、はっきりしてくださいよ。エリオ、お前さっき聞いてただろ。ん？さっき？20年前って、はは、あ、え、え、あー、あ、黒魔術でだ。ああ、そういうことか。うわー、あー、そうなんだ。あー、じゃああれか。何さんだったっけ？アシミヤの、そうそう、あの思い人だね。思い人が黒魔術で赤ん坊になった姿が、あやめちゃんか。あやめちゃん。うわ、まさかボス、根島文知かの？そういうことだ。根島文知を逮捕した時に、奴の家に瀕死の赤ん坊がいたんだが、それが俺の娘、つつみあやめ。今は当のあやめだよ。なるほど。はぁ。まあそうな、ほっとかれへんよな。そうだよね。見けたら、いや、あの赤ちゃんどうなったんだろうって確かに思ってはいたんだけど、いや、それが私、まあ、それが陽子ちゃんだと思ってたわ。まあどっちかなんやろうなって感じよな。それが妥当よな。あーだねー。するのが、なんかほっとけなくてな。
状況がどうだれ、赤子に罪はね。うん、でもボス、ねじまが言うにはその赤ちゃんは、ねじまが使った黒魔術で転生したっていう彼の伴侶だって。え、いや、俺はその話はさすがに前妻もんだと思ってるかな。実はねじまが言うには、うわ、そんな話が。え、でもそれ黒魔術で成功してたってことじゃないとさ、成立しなくねって思っちゃうけど。成立せえへんけどな。ねえ、そのねじまの態度はちょっとないね。しかし本当なのかい。もうめちゃドン引きしてる顔してる。ああ、疑問点はいくつもある。そもそも本当にその死のなんていう女がいたのかどうかも疑問だ。ああ、イマジナリー的な。ああ、はいはいはい、はい、なるほど。心を病んでしまっていたらっていうか、まああれ戦争がうんたらみたいな話だったっけ。やったっけ。うん、なんか帰ってきたけどみたいな。ちょっと見てもいい。ああ、これに第二次大戦時、これ帰ってきたけどみたいな。あ、もうこれの時にそっからさ、どんどんオカルト的なものにさ、あ、そうね、こう奇跡的に生きて帰った経験からこう人知を超えた超常的な力は存在すると信じて疑っていなかった。なこの辺で何かしらこう心を病んでしまってて、それをその篠さんを作り上げてしまったみたいなこともあるかもしれないよね。なのか、うん、その生贄にでも使ってたのは全部ちっちゃい子供なんかな。あ、その例えば女性、その大人の女性とかも、うん、生贄の材料にしてバラバラにしてるうちに、うん、その女性が身ごもってた子がたまたまおって、うん、でもうその時点ではねじまもおかしくなってるから、うん、これで成功したんだみたいな。そうそう、成功したんだっていう錯覚なのかもしれない。あ、なるほどね。席も遺体もなかったとはいえ、当時の調査でそんな女は浮上しなかったからな。うん、仮に死のって女が実在したとしても、黒魔術の効果で赤子に転生って話も疑わしい。そうですね。いくらなんでもそんな効果がある実はちょっと、うん、心霊現象にもルールはありますから。消しの黒魔術の効果が何もなかったことを認めたくないための思い込みじゃないかと。ああ、俺もそう踏んでる。うん、自分の都合のいいように解釈しちゃったっていう感じかな、うん、ことなんじゃないかなって思うけどな。うん、その赤子は奴のシノの子供で、シノの死因は妊娠出産だったってって可能性の方が自然だ。ああ、なるほど。うん、そのシノって女がどういう羊か分からない以上、アシノの末裔の可能性は否定できねえ。うん、なるほどね。名前は似てるけどね。いや、でもそれだったらそれで、あやめさんがねじまに連行されて呪いで殺したのだとすると、実の父親をってことに。落ち着け、全部推測だ。ねじまが死んだ今となってはもう調べる術がねえ。 DNA ぐらいのもんじゃないのぐらいかな。うん、でもこの時に DNA 鑑定ってあったんだろうか。そんな立派なものじゃないんじゃない。うーん、そうか。
だから、何であろうと大事なことは一つ。あいつは俺の娘だよ。わあ、よく言ってくれた、哲夫ちゃん。すごい。言い切った。よく言い切った。まっすぐな眼差し。視聴者に訴えかけてる。これはもう嘘偽りないですわ。あいつの責任は親である俺の責任だ。そこだけは何があろうと揺るぎねえ。わかりました。じゃあ捜索に行くぜ。あいつと会って全部はっきりさせる。はい。ジョーチャナの探すお守りも関係してる。よかったら探すの手伝ってくれ。何かあったら警察に電話頼む。わかりました。私はアクダちゃんが心配だからそっちに行ってる。いい結果を待ってるよ。ああ。おお。だー。え？じゃあ何なのこれ？だー。だー。いや、だから結末いって足りひんものがあったんだってなるんじゃない？なるほど。じゃあ絶対絶対言って。ああ。これで終わりと思いましたか、ケルベロス殿。実はまだなんですよ。ハッピーな兄が他にもあるんですよ、みたいな。やり残したことありませんか？まあ、なんかね、ここちょっと露骨にあり、行きそうな気もするし。あと、クイルと書いて後悔なんです。ああ。うわあ、なんか、夕方な感じがまたいいな。結末、堤哲夫、前回のあらすじ、当のあやめと会って全部はっきりさせる。そう決意する堤とエリオは捜索を続けていた。本所七不思議の呪い、セイマンとアシノの因縁は果たしてどのような結末を迎えるのか。やりますか。やりますか。